こんにちは、姉ちゃんです。おっちゃんです。茶色です。白です。白です。はっきり言った。今回はロト6、今2億って言った。2億ちょいだねになってんだよね、キャリオーバーね。ちょっとおっちゃん今回やりたいってことでやっていきます。うん、でなんかね、おっちゃんが調べてきたサイトのやつでね、このロト6の過去の50回分のデータで、本数字奇数と偶数の割合が出されてて、3対3が 42% で圧倒的に多いんだよね。うん、過去50回ね。うん、確かね。そうそう、うん、でそれをもとにちょっとやっていこうかってことで、今回5通り買うんですけど、まあ一通りはもうクイックピックでお任せしちゃって、2通り組み合わせ A と B をその奇数対偶数3対3で、私とおっちゃんで、私が組み合わせ A を偶数選んで、奇数をおっちゃんで、組み合わせ B が私が奇数でおっちゃんが偶数っていう風で選びます。で組み合わせの C と D が次に見ると、奇数4に対奇数対偶数が4対2、うん、そうだね、ね、っていうのが次に多い数字で 20% っていう風で出てて、最近その4対2っていうのが出てないんだよね。うん、っていうことでこの組み合わせ C と D それで攻めていこうかっていうことになりました。なんか予想やっぽいね。でしょう。でもねもう今一生懸命考えながら喋ったよね。もうこれを理解するのが大変、私には。じゃあ早速予想していきますか、ね。うん、じゃあ組み合わせ A は、私が偶数、うん、だから、じゃあ先偶数予想しちゃえばね。うん、まあ毎回適当なんだけどね、3個選べばいいんだよね。そう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 、偶数でね。あ、違う、あ、そうそう、うん、そうだよね。うん、うん、じゃあね、いきなりまず42個20かな。なんか笑われてるけど。違うの。これね、今見たらね、うん、過去のね、うん、この辺でね、2に結構出とる。だからそれで、まあでも分からんでね。だからまた来るかもしれん。かもしれんね。うん、変えん方がいいわな、一回予想したらな。そう、もう、うん、私終わった。じゃあおっちゃん、うん、おっちゃんね、じゃあ奇数だったよね。奇数7って言うと思ったんだよね。7好きなんだよ。うん、17 7好きなんだよね。ってことは35。うん、37って来ないと思った。分かってく、まあいいや。先を噛むんだよな、俺は。ね、噛むね。うん、ということで組み合わせ A が、2、7、17、20、35、42、うん、です。じゃあ B 行こうか。 B 行きましょう。奇数を私が3つ選びます。この子いらない。うん、いいよ、見てて。11。すげえな、10。うん、え、何？11過去10回以上出てないよ。嘘。うん、来たんじゃない。よし、じゃあ19からの、じゃあここで37入れとこうかな。はい、軽いな。じゃあね、うん、俺偶数だったよね。偶数だよ。危ない危ない。18。
18。うん、偶数だったな俺。偶数だよどうしても奇数選びたいんだよね、うん、奇数好きなんだな多分。うん、じゃあ22 22ね、うん、で最後30 30、うん、組み合わせ B は11 18 19 22 30 37。じゃあ次は奇数4の偶数2。じゃあ最初私が奇数を4個選べばいい、うん、5 13。4個結構しんどいよね一生懸命考えたらしんどいんじゃない多分。それを言っちゃいけない21の39。じゃあ偶数2個だね、うん、8 16と組み合わせ C が5 8 13 16 21 39、うん、です。じゃあ次 D か。 D 組み合わせ D。 私が偶数2個。じゃあお茶から奇数いってくよ。うん、3 3 7。誰やねんって話やな。いい？うん、いいよ。13 35。どっかで聞いたことあるなこれ。何？何どっかで聞いたことある？いやいやいや、まあいいや。以上です。あ、今4ついったよね。4つ、うん、じゃあね、うーん、40 22と組み合わせ D が3 7 13 22 35 40です。で組み合わせ E はクイックピックで、はい、ロト6。結構まあまあ真剣に僕は予想しました私はいつも真剣です、はい、ということで当たると思います本当かよ、ね、当たったら皆さんにもいいことがありますので、うん、応援お願いします。ありがとうございました。